こんにちは、韓国いいか、チニワティです。はい、これはもうネットフリックスにやられましたね。ほんまにようやってくれたわ。告知してよ、もうめっちゃ、なんだもういきなりさ、バーンって始まるってさ、あんな人気ドラマを。まあでもこれもな、作戦やったと思うね。作戦なんか、だってそうじゃない、なんの口伸ばしじゃないの。違う、もう、そう、うん、だってやんねんやったら絶対するはずやけども、これはもう TV チョスンと多分タグを組んでいきなりやろうみたいな。時間差ではやるけどネットフリックスはどうかなってドキドキさせる。でも誰かやっぱ情報持ってはったから、あ、そうそう、ネットでね言ってもね、26からやる言うてんのにガセレタやったみたいなことを、ちょっと前の日25日に言ってたから、私もなんか始まってこなきゃいいんじゃん、もういっぱい今見るドラマあるしみたいなって言ってさ、緊急のレビューをしたいと思います。あ、ずっとだし、もう告知のところで見てたけど、そこにやりますってないから、そうやね、でやるっていう噂は聞いてて、そうだって全身でさ、もうどこにも告知ないけど、やりますって告知ないけど、やるっていうあのツイッターでね、あのおっしゃってる方がいたので、と思って、そう。朝6時に LINE 入ってて、今日日曜日で休日やからめっちゃゆっくり寝てたのに、やってるって言ってんけど、眠たいって言うから、そうなんやなーって寝てしまったんやけども、もう叩き起こされて、もうすぐ見てって言って、とりあえず1話をね、見た状態なんですけれども、ネタバレなしで感想だけ話すので、そうやね、もう気づいてはる方もいるかもしれないし、でも、まあ、まだね、気づいてなかったり、そう、まあ、今から見ようかなっていう人には、ちょっとね、あの軽く。感想だけ、はい、ネタバレなしです、はい、内容はネタバレなしにしますね、はい、1位はめちゃくちゃ面白かった、そうやな、エキサイティングしたよな、そう、まああのユシンとピカのバトルがあるので、ドロドロの幕開けって感じで、いきなりドロドロやったな、幸せなのはあのサヒョンのとこだけや、いやまあそれもあれやけども、私思ったんやけど今回大役がさ、どうなるかなと思ってたんやけど、はい、私的には問題なかったよ。パパそう、ほんと、あかんかった。まあ、これはいろんな意見あると思うんだけど、まずな、私、あの、ソンモン嫌いやったやん。最初のやつが、妊娠させた相手が嫌いやったんやけど、あれな、ソンムンじゃなくなったから、それな、ソンムン、なんかソンムンやったから、なんなんって思っててんけど、ソンムンじゃない、新しい、大役の方やったら、全然ソンモンのこと嫌じゃなくって、出産も頑張れみたいな感じで、気持ち的に、だからなって、そう、役者で、私は逆に、あの大役の人は悪くないと思う。なんかで見たことあるね、はっきり分かんないけど、多分時代劇かなんか見てたことあるけど、昔。やっぱりサヒョン、私はさ、あのサヒョンとあのソンモンのカップル好きやったから、ソンモンのやっぱりキャラクターっていうか、ソンモンが好きやったから、ちょっとこれ感情移入できんから、逆にソンモンのことも別にってなっちゃって、そうなんや、私はね、あの最初もうソンフンいないのはイケメンがいないやんって思って、いやこれどうかなと思ったんやけども、そこはちょっと寂しいけれども、言ったら女性がメインのドラマやから、正直相手の男の人がまあいいんじゃなっていうふうに思ったのと、まあユシンもあのイテゴンもうまあ良かったなって今となったらな思うし、でも今の人でもヘリョンとピヨンさんとシウン姉さんがおったらもう問題ない、もうやったー精神もう降板されて、いやもう伝わってきたよ。いやユシンもな、イテモンさんそんなめちゃくちゃ好きになったわけじゃないのに、なんかさ、やっぱりイテモンってさめっちゃ色気あるやん、存在感もな、うん、でまあまあその男前っていうかさ、うん、男の色気がすごいもうな、もう他の女寄ってきてもしゃあないわみたいな感じのあるけど、あの人やったらな別にあみとびついてもええやんってなってしまうねん、まあ、それもあるかもね、そう、うん、確かにそれはあるけど、うん、まあ話の展開からするとまあまあ大丈夫かなっていうのと、まあな、まあ、まあ慣れていくんかなっていう、そうそうそう、話の流れが分かれば、うん、あの3人がどうなるんかっていうのが分かればいいかなっていうのはあるけど、ほんでやっぱりドンミ姉さんもさ、ドンミ姉さんやっぱり綺麗やったな、綺麗かったけどな、ドンミ姉さん、私らさ情が湧いてしまってたからドンミになドンミさんな、でもな、今度新しい人ってもうな、復讐劇とかドロドロのすごいなんか嫌な役が多いから、ある意味なんか良かって、変わっても彼女なら
まあなんかこうほんまに憎そうなことされてもなんかもうクソわーみたいな感じで思えるから口悪すぎるけど、まあな、だから私のまあストーリー的にあの3人がどうなるんやろってことを見れればいいけど、うん、このなんていうかな、思い入れ的なところはやっぱり3人もキャラクターが変わってしまったから、まあ、まだ1話やからさ、こうパッパって見るたびにさ、えこの人誰ってなってまっとったんよ。へー、私は大丈夫やったわ。あそう、私はなあかんかったな、うん、まあ、もちろんその複雑な気持ちはあるけれども、うん、もうドラマを楽しむしかないから、まあね、ドラマ自体はすごい面白い展開になってる、うん、もうだからな、そばんとか部長とか、うん、どんどん出てきたらちょっとホッとする、せーねせーね、あと教授も、そう教授もな、教授もおもろいな。でここに一応あの予告編を流せようと、流そうと思ってるんだけども、うんうん、なんかそれを見る限りなんかそばん争奪戦になるのみたいな、またな、分からんけどな、みんなこう空想家やからさ、いろんな場面やってもみんなそれぞれの女の人の想像ってことがありえるから、あるあるある、うん、まあとにかく、うん、まあ2月3月、うん、もう4作品もう毎週レビュー、はい、頑張ってそうねやっていきます。誰の真似って感じ、めっちゃテンション高いよ、びっくりすんねんけど、朝から私なんてもうこの朝めっちゃ早くからさ撮影するなって思ってないから、昨日の夜もなんかパン食べても顔パンパンやもん、今日予定やったからもう出かける準備万端にして喋るだけ喋って、はい、行ってきます、まあ、そんな感じで、はい、楽しみにこの結婚作詞離婚作曲シーズン3の方を見ていって、レビューの方も頑張りたいと思います。他のドラマも続々やっていきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。お願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。アンニョーン。